鏡よ鏡、世界で一番美しいものは誰？それ鏡じゃないよ、アイダホだよ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、お、アンチョビ。もう何これ。ねえねえアイナくん、突然ですがクイズです。9、食べると安心するケーキは。答えは最後に書いてあるからちゃんと考えてから読んでね。てか答えまでがさ、短すぎて見えるんだけど視界に入る。ホットケーキだよ、アンチョビより。なんかこうね、2ページぐらいこういう時はあればいいのに。なるほどね、ホットケーキ。だってもう問題読み寄る時点でさ、答えの部分見えるしね。やっほー、弱いな、コンディション整えてるかの心。何か聞かせて。こういう日は外で筋トレするのが一番。スペースを気にせず思い切り体を動かせるからな、の心。外にもうちょっとなんかね、筋トレの道具があればいいんやけど。ほ、やっほー、来てくれとんやね、それ。あ、アイナちゃんじゃん。あは。話しに来たよ。知名度アップのための顔見せ散歩は、ついさっきミッションコンプリートしたよ。下積み時代って大事だからね。あは。早いっすね。行動が早いっすね。何、座る？あ、座りそう。いいね、いいね。かわいい。何を思ったんかは知らんけど。急激に座りに行った。お、アンチョビアン。見たよ、さっきのクイズ。わーい、アイナくん。おしゃべりしよう。今日の空は雨も降らなさそうだし、お日様もお月様も喜んでるかなーでし。かわいいな、言うことが。今日も絶好調に入道雲やね。ん、今のは。あれか？挨拶。住民挨拶キャンペーン、たぬきマイル 200×2 ゲット。よし。思ったんやけどさ、私いつまでもあっこの橋が完成してないんよね。工事しよるまんまなんよね。ちょっと完成させますか。なんぼ必要なんやっけ。てか待って、こっちじゃないね。羽生くんに話しかけんといかんのやん。え、なんかめっちゃめっちゃあるけど。だって今ね、結構、アイテム欄がいっぱいやけんね。とりあえずちょっと、羽生くんにお話を。こっち側におるんやっけ、羽生くん。あ、あっち側やった。ちょ。まあ、今のところ別に橋がなくても困ってはないんやけど。よいしょ。どうも、はにわくん。おはようございます。結構溜まったかな、もしかして。ただいま、石の橋のための募金をしております。目標の16万8000ベルに向けて、現在54,675ベル。あ、なんか10人だけでここまで集まるの初めてかも。めっちゃ放置しとったけん。の寄付が集まっておりまひ。目標まであと113,325ベル。あ、手持ちでいけるやん。はい、ってことで協力します。これで全部113,325ベル募金いただけますか。します。おかげさまで目標の168,000ベル達成いたしました。完成を楽しみにお待ちくださいまひ。イエーイ、これでスイスイ行けるようになるわけやね。まあ、結構ね、思ってんやけどね、こっち側にまず渡ってくることがほぼないんやけど。まあ、大した施設があるわけじゃないけんやと思うけど。ちょいと待ってね。なんかもっといい感じのキャンプ場が作りたいなぁ。作りたいなぁ。てかやっぱあれかな、地面、土にした方がいい感じに見えるかな、キャンプ場っぽく。名前も知らないあなたへ。お風呂で体も頭もスッキリさせたら、素敵な DIY レシピを思いついちゃったのよ。こういうのって誰でもいいから教えてあげたくなるものなのね。材料を集めて作ってみて。海の向こうのミランダより。ミランダって？コアラ？鳥？鳥かな？金の招き猫。知ってたー。知ってたー。ちょ、待って。違う。ちょい待って、そこの、ミイロ盾派、どこ行った？え、おらんくなったんやけど、あ、おった。あれ？向こう行かんかった？ぐるぐる回り寄る感じ。ミイロ盾派ね、いつも思うんやけど、めっちゃ早いんよね。燃える！え、消えた？え、今さ、焦点した？え？
燃えていなくなったんじゃない？え、怖っ。サンドラさんや。やっほー。あら、イノさん。声かけてくれて嬉しいわ、ナナだわ。話しに来たよ。今日はいつもより早起きできたから、いっぱい用事を片付けられて、なんだか得した気分だわ、ナナだわ。みんな早起きだね。私はもう、ゆったりゆったりと行くよ。特にいないな。待って、全然化石ないやん。とりあえず化石を持って行って、あ、あったあった。今どれぐらい化石が、埋まっとるんか、展示室を見たいなと。待って、通り過ぎた。はい。化石を掘り出した。とりあえず一個だけでもいいけど。で、ここね。はい、お金を埋めておきます。1万ベル。これを穴に埋める。オッケー。で、こっちのセンベロをしまっておくね。よしよし。お、びっくりした。何話しよんねんねん。鏡よ、鏡。世界で一番美しいものは誰？それ鏡じゃないよ、アイダホだよ。それは引き締まった腹斜筋が美しいアイダホです。お。じゃあ、世界で一番可愛いものは誰？それはキュッと上がった大臀筋が可愛いアイダホです。世界で一番食いしん坊なのは誰？それはさっきクレープをおかわりしてたライオネルです。マジか。ライオネル、急激に。キャー、超ウケる。アイダホちゃんとはドリブルの才能抜群だね。最終的に、私、モニカに似てモニカが怒るんかと思ったら平和な感じで終わった。そうだろ？おいら筋肉とアドリブには自信があるんだ。だから。でも、あたいの演技の練習なんだから、あんま遊ばないでよね。あは。なるほど。演技のお稽古をしていたのね。お、これはなんか結構でかいんじゃない？そうでもない？どうや。来い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 。お、来た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 。ブラックバスやん。がっかりでしかないんやけど。小学生ぐらいの時にブラックバス釣り流行ったよね。よ。私は言ってないけど、なんか男子の間で流行っとった。はい、二つ目。二つぐらいでとりあえず行く？あ、ここにも。おし。じゃあこれで行きますか。まあね、あんま少なすぎてもちょっと、寄贈できない率が高そうやけん。で、この三つを持ってって、ん？何？どうしたの？あ、アイナ。実はレイさんの服を買ったんだけど、思ってたのと少し違ったんだ。よかったらいくらかで買い取ってくれないか？の心。何？通販か何か？その場で見て買う分に違うとかないよね。いくらで？そうだな。高っ。3185ベルいらない。安くならない？悪いけどこれ以上は無理だぞ。また今度よろしくな、の心。その金額はちょっとな。それなら新品がいいです。大してわからんけど。特にあつ森とかゲームの中やけんね。ほら、ふうたくん起きて。ぐご。は。すみません。おはようございます、アイナさん。アイナ博物館へようこそお越しくださいました。私に何かご用でしょうか？化石の鑑定をお願いします。ほほう、では鑑定したい化石をお見せください。ワクワク。今日はね、ちょっとこの3つを。はい。わわ、1つじゃないんですね。どれどれ？いやー、どれも素晴らし、ああ、ダメやったか、全部。ってことはとりあえず、化石の展示場の見学をします。そうですか。では自由にご見学ください。化石んとこ、ある程度集まってからは初めてよね、多分。びっくりした。何かと思ってよ。
足音がすると思ったらあなただったのね。この部屋は静かだから、ちょっとドキドキしちゃった。だってば。世間話でも。この時代は海の生物の化石が多いわね。母なら海って言うけど、やっぱり生物の源は海なのね。だってば。この辺のも、寄贈したやつなんやっけ。違うか。この辺からか。なるほど。ここあと一箇所空いとる。こっちもあと二つ空いとんか。ってことは、このエリアはあと三つってこと？うん、やっぱめっちゃ、結構集まっとるね。おー、なんか前に来た時と全然雰囲気が違う。ね、いいね、いいね。やっぱあっという間に、おー、埋もれてるじゃない、埋まってる。え、すごい。これ、え、これまだ、これは頭の部分？頭しかないってことかな？へえ、すごい。ね。おー、迫力。おー、カジロウもこんなところに。ああいうのじゃねえか。こんなところで出くわすとはな。ちょっと照れるぜ、キッ。やっぱみんな結構器用やね。お話ししよう。俺が化石になったらこんな感じか？カジロウの頭。カジロウの体。ふっ。あいな。俺を掘り出すときはできるだけひとまとめで掘り出してくれよな。き。そんなことを言われましてもね。そんなことを言われましても困るんだが。このさ、なんか住人のシルエットみたいなのなんなんやろ。すごい気になるけど。あ、もうここで終わりなんか。ん？こっち。化石はあれかな？展示室自体が、結構、なんていうん、狭いというか。ね、もうこれで終わりってことやろ？もうほとんど埋まっとるね。あとちょっとやん。頑張ろう。もうあっという間。だって多分もう、もう10以内ぐらいじゃない？ね。やきやき。とね、美術品がさ、多分まだ、1個か2個ぐらいしかないんじゃないかな。寄贈しとるのが。スネ吉が全然現れてくれんせいで。ま、動物、とかはね、虫とか魚とかは季節があるけん、1年経たんかったら確実に、寄贈が完了することはないと思うんやけど。お、なんか一生懸命作ってるね、ルーシー。すみません。作業に夢中になってました。よ。いいよいいよ、今入ったばっかりやし、私。何してるの？ふと思い立ったんで、桃の傘を作ってるんですよ。絶対可愛いやん、桃の傘。どんな感じ？アイラさんも桃の傘の作り方知りたいですか？知りたーい。知らんかったよね、私も。お、嬉しい。ただ、うちの島に桃はないんだ。お時間と材料のあるときに作ってみてくださいね。よ。早速覚えようか。ふんふん。桃の傘のレシピを覚えた。どんな感じ？あ、かわいい！いいね、桃の傘。なるほど、めっちゃかわいいやん。今のところ多分ね、傘系は葉っぱの傘しか作ったことないと思うよね。お、ハンナちゃん。おーす、アイナ。元気してる？だってね。話しに来たよ。ここ最近のうちは絶好調さ。今日の天気みたいにね。だってね。いいね、いいね。絶好調なハンナちゃん。ちょ、私荷物がね、いっぱいになっとるけん。売り飛ばそう。どうもー。いらっしゃいませ、ませ。たぬき商店、ようこそ、ようこそ。パソコンいいね、欲しい。アイナさん、いらっしゃいませ、ませ。今日はどなさいましたか？買い取って。とりあえずね、化石があるけんね。この辺。あとは、この辺もか。特、これも。大丈夫。いろいろお持ちくださったんですね。では計算しますと。はい。では合計 13,100 ベルトの買い取りでいかがでしょうか。お願いします。ありがとうございました。またいつでもお気軽にご利用くださいませ。ませ。ってことでこれいくら？
そちらの商品はデスクトップ PC でございます。こちらは現品限りですので、早い者勝ちですよ。お値段は、10万ベル。おー、全然ない。ちょっと待って、お金下ろしてくるね。下ろしてきますね。ちょ。自動的に引き出してくれたらいいのに。どうもー。また来たよ。これちょうだい。こちらの商品はデスクトップ PC でございます。こちらは現品限りですので、早い者勝ちですよ。ピンクとかが良かったな、色。買っちゃいます。毎度ありがとうございます。10万ベル間違いなく頂戴しました。はぁ、せっかく溜まってきていたお金が、どんどんとなくなっていく。また頑張ってお金貯めていかんといかんね。全然こう、途中からローンを返済できなくなってきているから、あんなに順調に返済してきていたのに。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで早く化石のコンプリートをちょっと目指していこうか。頑張って掘り起こして。